ユーリー・エハヌロフ、ユーリー・イバーノビッチ・エハヌロフは、ウクライナの政治家、元首相。第3期、第4期ウクライナ人民代議員。一等国家公務員。エハヌロフまたは、エハヌロフとも、ブリアート人。キエフで建築と経済の教育を受けた。1960年から1970年代、ウクライナソビエト社会主義共和国の建築組織で、働き、 1980年代末までには、キエフ市建築総局経済問題担当次長まで出世した。1990年代初め、内閣附属経済問題顧問、並びに、キエフ市役所で働いた。1993年から1994年、経済時間を務め、その後1997年まで国有財産基金を率いた。1994年、 ウクライナ産業、企業家同盟議長に選出。1997年、数ヶ月間経済省を務め、同年夏、ウクライナ企業活動問題国会委員会を率いた。1998年3月、最高会議代議員に選出されたが、ビクトル・ユシチェンコ政権の第一副首相に任命されたため、1999年12月、代議員資格を手放した。 2001年4月の内閣総辞職後は、ユシチェンコと協力関係を維持した。2002年4月、我らがウクライナから出馬して大議員に当選し、産業政策、企業活動問題委員会委員長となった。オレンジ革命後の2005年4月、エハヌロフはドニプロペトローシク州知事に任命された。2005年9月8日、ユシチェンコ大統領は、 ユーリア、ティモシェンコ首相以下全閣僚を解任し、エハヌロフを首相代行に任命して、組閣を要請した。この首相人事は、9月20日の議会審議では、否決されたが、9月22日の2度目の議会審議で、ようやく信任を得られた。しかし、就任直後に、ロシア・ウクライナガス紛争が勃発した。2006年1月4日、両国は、 輸入価格の値上げで合意したものの、エハヌルフ内閣は国内で批判を浴び、2006年1月10日、議会から不信任決議案を突きつけられ総辞職した。しかし、後継首相が指名されなかったため、2006年8月4日にビクトル・ヤヌコービチが後継に決定するまで首相代行職に止まっていた。2006年3月の選挙では、我らが ウクライナの名簿順位第1位で当選。ヤクート時期ソビエト社会主義共和国、ウチュルチクベリカチ村出身、ブリアート人。キエフ建設技術専門学校、キエフ人民経済大学、ウクライナソビエト社会主義共和国ゴスプラン、経済科学研究所大学院を卒業。名誉基礎勲章、ウクライナソビエト社会主義、共和国最高会議幹部会長。 ウクライナ閣僚会議名誉賞を受賞。ありがとうございます。